皆様、茂みの対処法っていうのはどうされてますか？ね、特に何度ぐらいでしょうかね？ 10度ぐらいですか？ 15 度ぐらいですか？ちょっとわかりませんけれども、これがエロの黄金比。エロの黄金角ですね。これ素晴らしいですね。勘がいい子供は嫌いですが、勘がいい大人も嫌いですね。何かすごく親近感を感じるんですけど、何なんでしょうね。全然思い出せないですね。相模かな、岡本かな。いや、全然なんだかわかんないですね。昔、女子十二学坊っていうバンドがありましたけれども、さながらね、男子四学坊というところでしょうか。棒は何の棒だかはね、ちょっと伏せておきたいと思います。私どももね、一流の仕立て屋ですので、もちろん、せっかくの綺麗なね、布地が、血で汚れるようなことはいたしませんので、ご安心ください。ちょっとね、役柄的に不自然な感じで、急にキスシーンがねじ込まれてるわけですね。私もね、ねじ込むのは好きなんですけど、仕事が終わりましたよっていう報告の電話をね、入れることにしましょう。ほうれん草ってすごく大事ですからね。本当に精が出ますね。ああ、これたっぷり出ますね。ああ、これは有力な手がかりだな、これ。あ、とても。ちょっと待ってください。とても有力だわ。あ、であれば、いっそ楽にして差し上げて、代わりに私が、その役、務め上げてみせましょうね。おや？ I think you know. The chip in your neck is my... I see.そんな敵対してる人に背中見せちゃダメですよね。絶妙なね、この左スティック。この左の乳頭をね、細かく、あ、いい感じです、これ。まあ本当になんか、近畿感の方っていうか、お堅い感じですけれども、ちょっとお胸の形もなかなか固めでですね、がっちりホールドされてる感じで素晴らしいと思いますね。まあ、ベトロワさんはね、ちょっとサムネは後回しなので、胸を洗って待っといていただきたいなと思うんですけれども。では、楽園に別れを告げましょう。お疲れ様でした。